ん？何マロ、その距離感、まさか付き合ってんのか？え、うん、そうだけど。陰キャカップルの団長じゃん。それかゆずきみたいな地味メガネブスのどこがいいんだよ。スカットライン。俺の名前はヒロシ、スカット大学に通う2年生です。突然ですが、今から3年前、俺がまだ高校生だった頃のこと。俺は隣の女子校の明るくて可愛らしい女性とお付き合いをしていました。人生初の彼女ができて、それはもう毎日がスペシャルでハッピーでした。もちろん嫌われないようにいろんなサイトをチェックして、必死にバイトをして稼いだお金で2週間に1度そこそこ高価なプレゼントを買ってあげたり、いいレストランで食事をしたりと、それはもう大切にしていたのです。ところが、さやか、誰だよその男は。ヒロシ、なんでこんなところにいるのよ。なんでは、こっちのセリフだよ。なんで男と腕なんか組んでるんだ。ああ、もうめんどくさい。ヒロシみたいなダッサい男、私が本気にするわけないでしょ。所詮、あんたは遊びだったのよ。ちょっと何言ってるかわからない。どういうことだよ、それ。欲しいものは何でも買ってくれるし、美味しいものも食べさせてくれるし、つまり、あんたは私にうまく利用されてただけ。わかったらもう連絡してこないでよね。そんなのあんまりだ。と、こんな感じで、彼女に浮気をされて、無残にも捨てられてしまったのです。もう女性なんて誰も信用できない。そうしてこのことがきっかけで、俺は女性と関わるのが怖くなってしまいました。俺の取り柄は勉強だけだ。勉強は努力した分必ず結果が出るからな。恋愛と違って。ねえヒロシ、ねえにブツブツ言ってんだよ。サイオンジ、なんか言うか。何って、決まってんだね。早くさっきの講義のノート消せんよ。え、なんで俺がノート取ってなかったの。あれ、お前と違って忙しいから時間を有意義に使ってんだよ。このギラギラした男は同級生のサイオンジ。家が金持ちで顔も悪くないのですが、ちょっと性格に癖があるんです。あれ、さっさとガセっつってんのろ。なあ、ちょっと、もうすぐテストだし勉強するときに使うんだって。へいへい、うずしたらすぐに返してやるんよ。つうことで、俺はこれからズッキーのイベント行ってくるわ。イベント？誰だよズッキーって。おお、お前ズッキーを知らずに来てんのかよ。今人気上昇中の新人女優だよ。女優さんか。俺テレビもネットも見ないからな。かわいそうなやつ。さすが勉強一筋陰キャヒロシだな。あんじゃ行ってくるわ。いたしらズッキーちゃん、今すぐ会いに行くから待ってたな。元カノのことがあってから、俺はその記憶をかき消すかのようにやけくそになって勉強に打ち込みました。また女性不信をこじらせたあまり、女性が出るテレビやネットは一切断ち切るようになったのです。次は数学だな。ああ、キャッ、あ、カバンが。ごめんなさい、これで全部かな。ありがとうございます。それじゃあ。あの子ずいぶんと急いでたな。ああ、まだノートが落ちてた。ゆずき愛さんか。フランス語の講義は俺も取ってるし、同じ学年かな。翌週、俺はフランス語の講義でゆずきさんがいないか教室内を探しましたが、見つかりませんでした。というか、ぶつかった時も一瞬しか顔が見えなかったので、どの子かわからなかったのです。あの子、ノートがなくて困ってるよな。ああ、ヒロシ、これセンキュ。ああ、サギョンジ、ちょうどよかった。ゆずきあいさんって知らない。バカ、何言ってんだ。ゆずきあいといえば、愛しのズッキーのことじゃねえか。そうなの？うちの大学の子なんだけど。え、なんで、あの地味女のごとき。地味女？2年のゆずきだろ。あいつあんな面で俺のズッキーと同姓同名なんだぜ。へえ。
決死。神様ってのは残酷だよね。どうしてクマさんがついちまうかね。お、噂をすれば、じゃあだ来たぜ。えーい、陰キャメガネのゆずきさん。おい、サイオンジ。なんでしょうか。ゆずきさん、だよね。はい、これ。あ、私のノート。こないだは、ごめんね。あの時、ノート拾い忘れてたから。ありがとうございます。探してたので助かりました。まったく、お前ゼッキーと名前が一緒なくせに、ダンク星人迷惑なやつだね。すみません。ズッキーは気が利いて優しくて、それに人類の中でもトップに可愛いけど、お前は似ても似つかねえね。おい、サイオンジ、なんてこと言うんだよ。そのズッキーって人とユズキさんは関係ないだろ。ごめんね、ユズキさん。いえ。ヒロシのくせに結句つけるって。つーけ、お前ら陰キャ同士付き合っちゃうよ。なかなかお似合いだぜ。あのな、ちなみに俺は絶対にズッキーニの彼女と付き合ってやるからな。まあ最終的にはズッキー本人と結婚することになるんだけど、今はまだ準備期間中っていうか修行中って感じ。ズッキーは今女優として必死に頑張ってるから、俺も今は大学で日々勉学に励んで、卒業後は IT 系の会社に入社して、その数年後に独立、そして実業家って肩書きを名乗れるようになったら晴れて結婚って理想があるわけよ。わかるかって。いねし、大丈夫？気を悪くさせてごめんね。いえ、それよりこの間は私もごめんなさい。あの日ちょっと急いでいたので。確かにかなり急いでたよね。急用の用事だったの？え、いや、あれはそのバイト？そう、バイトに遅れそうだったの。ふん、そうなんだ。大変なんだね。そうなの。ああ、俺は大平博士、同じ2年だよ。私はゆずき愛です。よろしくね。あ、そういえばさっきのフランス語の講義、俺がノートを持ったままだったから困ったんじゃない？ううん、実は遅刻しちゃって講義受けてなかったの。そっか、じゃあ俺のノートを写す。え、いいの？もちろん。はい、どうぞ。ありがとう、すごく助かる。あのさ、ちょっと気になったんだけど、ヒロシ君はズッキーのこと知らないの？え、ああ、うん。俺、テレビとか YouTube とかあまり見ないから。そうなんだ。あ、もうこんな時間。ごめん、ヒロシ君。私、これからバイトがあって。うん、わかった。今度はぶつからないように気をつけるんだよ。はーい、気をつけます。あ、このノートどうしよっか。写し終わったら連絡してもいい？うん、それじゃあ LINE で。ありがとう、また連絡するね。それじゃあ、いってらっしゃい。あれ、今俺女の子と普通に話してた。どうしてだろう、ゆずきさんとは自然に喋れてる。そうしてこの出来事がきっかけとなり、俺とゆずきさんは学校でよく話をするようになりました。またゆずきさんは相変わらずバイトが忙しいみたいなので、講義に出席できないこともしばしば。その度に俺がノートを貸したり勉強を教えたりするようになりました。ひろしくん教えるの上手だね。とってもわかりやすいよ。そうかな、ガリ勉してたのが少しは役に立ったのかも。そういうゆずきさんだって飲み込みが早くて教えがいがあるよ。私、記憶力には自信があるからね。なんかひろしくんと一緒だと落ち着くな。いっつもバタバタしてるから、この時間は私の癒しタイムなんだ。そうなんだ。実を言うとね、俺もゆずきさんといると落ち着くんだ。過去の嫌なことも全部忘れられるっていうか。嫌なこと？昔なんかあったの？私でよければ話してよ。うん、ありがとう。実はね。はあ、何その子、マジでありえない。でもまだ学生の時でよかったね。え、どういうこと？
だって大人になって結婚相手の浮気が発覚したら親権とか裁判とか弁護士とか何かと大変だよ。慰謝料請求って簡単に言うけど時間もお金も必要だからね。不倫する側もされる側もそれなりに面倒なのよ。へえ、ゆずきさんそんなことも詳しいんだね。ちょうどこの間バイトの先輩に教えてもらったの。なんかすごいバイト先だね。そんなことよりここ教えてくれない？ああ、ここはこの数式を使って、気の合う俺たちはいつも話が尽きず日に日に距離が縮まって自然な流れで交際することになりました。ちょっとヒロシ君ってば。おいおい、ちょっと待て待て。ん？何お前ら、その距離感まさか付き合ってんのか？え、うん、そうだけど。陰キャカップルの誕生じゃん。確かに前に俺、お前ら付き合っちゃえばとか言ったけど、まさか本当に付き合うとはな。それがゆずきみたいな地味メガネブスのどこがいいんだよ。おい、ゆずきさんに謝れ。今度またゆずきさんのことをそんな風に言うと俺が許さないぞ。はいはい、すいませんでしたって。じゃあな。おい待てって、ちょっと聞いてくれよ。この間ズッキーの握手会行ったんだけどね、そしたらズッキーが照れて顔さらしたんだよ。え、あの超絶可愛いズッキーが俺のこと意識してたんだぜ。俺はずっと俺に気があるわ。へえ、それは良かったね。おめでとう。じゃ、いやだから待てって。おいヒロシちゃん。それ無視していけって。しかしヒロシのくせに先に彼女作りやがってよ。俺の方が金持ちだし顔もいいのに。いいんだよ、羨ましい。そんなある日のこと、この日俺はゆずきさんと映画に行く約束をしていました。ところが、本当にごめんなさい、急遽バイト先に呼び出されちゃって。俺なら大丈夫だよ、頑張りすぎて体壊さないようにね。うん、ありがとう。ねえ、夜は空いてる？埋め合わせってことでスカットパークのイルミネーション見に行かない？俺はいいけど、ゆずきさんバイト終わりで疲れてない？大丈夫、それじゃあ頑張って巻いてくるね。18時までにはバラシになると思うから。巻く？バラシ？バイトってシフト制じゃないの？自分の都合で早く上がれるもんなの？え、あ、そうだったね。それじゃあ19時に現地集合で。うん、バイト頑張ってね。なんか変なことばっかり言ってたな。そうして俺は待ち合わせ場所へ向かいました。ちょっと早く来すぎたな。どこかで時間潰そうかな。お、車から降りてきたあの女性、もしかしてゆずきさん？どうしてこんなところに？っていうか、ゆずきさんいつもより綺麗な服装だな。おい、ゆずきさん。ゆずきさんに声をかけようとした瞬間、運転席から大人っぽい男性が降りてきました。誰だよあの人。超絶イケメンだし、なんか親しそうだし、これってまさか。え、ヒロシ君、今声がしたような。アイさん、どうしたの？いえ、なんでもないです。じゃあ行こうか。あ、はい、お願いします。楽しそうに話してたけど、誰なんだよあのイケメンは。もしかして俺また裏切られたのか。思い返せばゆずきさん、これまでもよくドタキャンしてたし、やっぱりそういうことなんだろうな。もう帰ろう。あ、LINE。 ゆずきさん、お昼に食べた激辛カレーでお腹壊したので今日は行けません。ごめんなさい。ひろしくん大丈夫かな。その後もゆずきさんから何度も連絡がありましたが、俺は返事をすることができず既読スルーをしてしまいました。翌日、ひろしくん、昨日はごめんね。体大丈夫？え、ひろしくん、ねえちょっと。ごめんゆずきさん、まともに君の顔を見ることができないんだ。そうして俺たちはすれ違ったまま
時間だけが虚しく過ぎていきました。ゆずきさん、ずっと連絡してくれてるけど、話す勇気が出ない。でも、ゆずきさんに限って浮気なんてするかな？もし俺の勘違いだったら？ひろしくんに嫌われちゃったのかな？あ、もしかしてあのことがバレたんじゃ。やっぱりいつまでも隠してるわけにはいかないよね。ひろしくんに本当のことを話さなくちゃ。もう私、逃げたくない。ゆずきさんから LINE だ。今度の日曜日、大事な話があるから会ってくれませんか？大事な話か。ついに別れ話かな。そりゃそうだよな。もちろん俺も覚悟を決めていましたが、思い浮かぶのはゆずきさんとの楽しい思い出ばかりでした。俺、あの子の優しさにどれだけ救われてきたんだろう。どっちにしてもこのままじゃダメだ。彼女と向き合って本当のことを確かめなくっちゃ。もう俺、逃げたくない。日曜日、俺はゆずきさんが指定した待ち合わせ場所へ向かいました。そわそわして3時間も早く着いてしまった。待ち合わせ場所は大きい横断歩道を渡った先のビルだったよな。とりあえず時間までメックで待機して気持ちを整えておこう。すると、ん？おい、ヒロシか？お前何してんだよ。サイオン寺、どうしてこんなところに？いや、俺が先に聞いたんだけど。俺はゆずきさんと待ち合わせ。なんでデートかよ、聞いて損して。言わせたのはお前だろ。遠距離カップルのことなんかどうだっていいんだよ。俺は今から愛しのズッキーに会いに行くんだ。ズッキー？ああ、前に言ってた女優さん。そう、大人気女優ズッキーが主演。この春から始まる新ドラマ、逃げてもいいが腹は減る、通称逃げ腹の先行試写イベントがあるんだよ。当選確率めちゃくちゃ低かったんだけど、俺の愛が伝わったんだろうな。ズッキーが俺様を呼んでるぜ。ちょっと何言ってるかわからない。なんか幸せそうだね。なんだよお前、ノリ悪いね。ま、行ってくるわ。愛しのズッキーちゃん、待っててね。通報しようかな。3時間後。この辺りかな。ひろしくん。ああ、いた。ゆずきさんだよね。こんな場所に呼び出してごめんね。あのままじゃダメな気がして。ゆずきさん、俺の方こそいろいろとごめん。来てくれてありがとう。実は私、話さなきゃいけないことがあって。ちょっと待って、そんなことより、その格好どうしたの？うん、これも関係があるの。ひろしくん、実は私ね。あれ、なんかデジャブだ。どこかで見たような。え？うわ、思い出した。なんだっけ、逃げ腹。ひろしくん知ってたの？ネットもテレビも見ないのに。さっきサイオン寺が言ってたんだよ、ズッキーのイベントがあるって。あ、ちょっと待って。いやいや、そうでしょ、ズッキーってまさかゆずきさんだったの？ごめんなさい、そうなんです、私がそのズッキーなの。今まで隠してて本当にごめんなさい。いつかは言おうと思ってたんだけど、なかなか勇気が出せなくって。実はね。そうしてゆずきさんは全部打ち明けてくれました。高校生の時に友達とお買い物に行ってたら、地下下通りで今の事務所の人にスカウトされたの。だから最初はお断りしてたんだけど。スカウトって本当に存在するんだね。でもせっかく声をかけてもらえたんだから、とりあえずやってみようって思ったの。そしたらすっごく楽しくて、ああ私お芝居が好きなんだなって思えたの。だけど人気が出るようになると、お芝居以外の番組にも出なきゃいけなくなって、その時に事務所から明るいキャラを演じなさいって言われて、本来の自分とは正反対だから、そのギャップに苦しめられてた。え、そんな風に思ったことないよ。俺の前では明るいし、よく笑ってるよね。それは
きっとヒロシ君だからだよ。ヒロシ君といる時の私が本当の私、あなたといたら本当に楽しかったし自然な私でいられたの。そっか。今までも急に予定をキャンセルしちゃったり遅刻しちゃったりしてごめんね。あ、もしかしてあのイルミネーションの時も？うん、そう、結局撮影が押しちゃって共演してる俳優さんに近くまで送ってもらったんだけど、ヒロシ君が体調悪くて来れないって。あの男の人俳優さんだったの？え、もしかしてヒロシ君見てた？ごめん、実は見ちゃったんだ。そしたら昔のことを思い出していても立ってもいられなくて走って逃げ出しちゃった。そっか、だからあの日から私のことを避けてたんだね。私ずっと寂しかったけど、ヒロシ君の方が辛かったよね。ゆずきさん、ごめん、俺がバカでした。過去なんかにとらわれず、ゆずきさんとまっすぐ向き合っていれば、こんなすれ違いは起こらなかったんだ。ゆずきさん、俺、やっぱり君と一緒にいたい。もう一度、やり直そう。ヒロシ君、私も。待て待て待て、おい、おい、ヒロシ、俺の女に手出してんじゃねえよ。ゲッサイオン寺？なんでここに？イベント終わりにズッキーの出待ちを捨てたんだよ。そしたらこっちでズッキーの声が聞こえてきて、見に来たら陰キャヒロシがズッキーを口説いてるじゃねえか。おい、どういうことだ？ズッキーは俺の嫁だぞ。嫁？何バカなこと言ってるの？ズッキー、俺たちは赤い糸で繋がっていて将来は結ばれる運命なんだよ。恥ずかしがらなくていい。さあ僕の元においで、マイハーミー。はあ、私、ヒロシ君の彼女だよ。え？学校で何度も会ってるし。ね、ヒロシ君。うん、そうだね。あ、ゆずきさん、いつものメガネかけてあげたら？ああ、そっか。これでどう？おお、ゆずきって、あの、陰キャブスメガネだったのか。まさか、本人だったなんて。しかも、俺のズッキーがヒロシの彼女だったなんて。それは俺もさっき知ったんだけど。裏切り者！俺がズッキーの推し活にいくらつぎ込んだと思ってるんだよ。おい、サイオン寺、落ち着けって。このイベントにも欠かさず参加してたのに、てめえふざけた金と時間返しやがれ。キャー、やめろ、ゆずきさんに近づくな。これまでも散々ゆずきさんにひどいことばかり言ってやがって、もう許さないぞ。うぜえ、もうどうでもいい、まだお前くらいやってやろう。ちょっと君、やめなさい。警察は？なんで？先ほど通報がありまして。おまわりさん、この人です。 おい、まさかお前が？君、署で話を聞かせてもらえるかい？話せよ、俺何もしてねえよ。早く捕まえてください、このストーカー野郎を。いい？あなた、いつも私のことつけてるよね。イベントの時だけじゃなく、仕事終わりや収録終わりにまで事務所やスタジオの周りをうろうろしてさ。こんなことを応援してくれているファンの人には絶対に言ったらダメなんだけど。てめえキモいんだよ。ゆずきさん。おまわりさん、この人ストーカーなんです。早く逮捕してください。後で私とマネージャーもそちらに向かいますので。はい、わかりました。君、一緒に来てもらうよ。やめろ、助けてくれ。こうして西園寺は警察署へと連行されていきました。取り調べによると、ゆずきさんへのつきまとい、待ち伏せ、事務所への過度な電話、監視などの迷惑行為が次々に発覚し、接近禁止命令が出されました。またこのことで西園寺の親はカンカンに怒り、大学を強制的に退学させました。一方、ズッキーことゆずきさん主演のドラマ、逃げてもいいが腹は減る、通称逃げ腹は大バズり。ゆずきさんは
国民的女優になりました。彼女は今まで以上に忙しい日々を送っていますが、たまに学校に来てはいつものように勉強をしたり外出したりと、俺たちのペースで楽しくお付き合いを続けています。スカットライン。俺の名前はヒロシ。大平カンパニーという総合商社で働いています。ちなみに俺の父はこの会社の社長。そのため俺は社長室直轄経営戦略室の室長補佐なんていう名前だけやたら立派な役職についてたりします。いやー、ヒロシさんってすごいですよね。もう仕事完璧じゃないですか。ほんとほんと、社長にとって自慢の息子さんよね。どうも。こんなことを言ってるけど、どうせ裏じゃ俺のことを見下してるんだろう。親が社長をしている会社で働くというのは決して楽なことではありません。他の社員から変な気を使われている気がして、それなりにストレスを感じるものなのです。考えすぎなだけかもしれませんが、俺はいつの間にかストレスで激太りしていました。しかしこうなってしまったのにはとあるコンプレックスも関係しています。俺は父親が経営者で家もそれなりに裕福だということに昔からちょっと苦手意識を持っていたのです。例えばそう、俺がまだ高校生だった頃のこと。おい、知ってるか、大平んちってすげえ金持ちらしいぞ。マジかよ、本人はさえないのにな。親も社長だし、ガチャ成功してるよね。ほんと羨ましいぜ。ふぅ、金持ちの息子に転生して。いえ、転生するなら異世界だろ。それもそうだな。俺のことには全く興味を持たず、話題に上がるのはいつも家のことばかり。中には金目当てで近づいてくるやつもいます。そういった現実を目の当たりにするうちに、自分がいる環境に対して嫌悪感を抱くようになっていったのです。そんなある日のこと。おい、ヒロシ、ちょっといいか。どうしたの、お父さん。喜べ、ヒロシ、見合いが決まったぞ。ちょっと何言ってるかわからない。決まったぞって初耳なんだけど、俺の知らないところでそんな話が進んでたの。いや、すまんすまん。まあその、なんていうか、サプライズってやつだ。お相手は安井電工のお嬢さん。おしとやかでとても綺麗な人だぞ。きっとお前も気に入るはずだ。え、安井電工ってうちの協力会社だよね。確かに綺麗な人だけど。先方がお前のことを気に入ってくれたらしくてな。まあでも無理にとは言わん。ヒロシが嫌なら断ってもいいんだぞ。うん。細かいことは気にしなくていい。お前の人生なんだからお前が決めなさい。ただな、父さんはとってもいい話だと思ってる。ヒロシ、お前も家庭を持ち守るべきものができればきっといい方向に変われるはずだ。父さん、そっか、父さんなりに俺のことを考えてくれたんだよな。この話を受け入れて父さんが喜ぶなら少しは親孝行になるかも。わかった、その話受けさせてもらうよ。おー、そうか。では先方へは父さんから連絡しておくよ。おい、母さん、ビール持ってきておくれ。そしてお見合いの日がやってきました。どうも、安井真理と言います。こうして会えてとっても嬉しいです。あ、はじめまして、大平ひろしです。うわー、なんて綺麗な人なんだ。こんな女性がどうして俺なんかと。あら、まあ二人ともとってもお似合いよね、あなた。ああ、まったくだ。いやはや、結婚式が待ち遠しいですな。ちょっとパパったら気が早いわよ、もう。いやいや、マリさん、何事も先を見据えて話を進めるのが大事なんです。早く孫の顔を見たいもんですな。父さん、なんかすみません。いえ、こちらこそ。それで社長、二人が結婚した暁には弊社への融資の件、お忘れではないですよね。ああ、もちろんですとも、ご安心ください。これで私たちも安泰ね。融資だって、これってもしかして政略結婚。結局この縁談も
家の金目当てだったのか。その後トントン拍子に話が進み、俺とマリさんは何度かお食事をするようになりました。ごちそうさまでした。今日もとても楽しかったです。俺も楽しかったですよ。それにしてもマリさんも災難ですよね。はい、一体どういうことでしょうか。だって本当は嫌でしょ、俺みたいな太った男とその結婚なんて。そんなことないですよ。気を使っていただかなくてもいいですよ。大丈夫です、分かってるんで。ご両親に言われて仕方なくだったんですよね。マリさんどうしたの。ヒロシさん、今のはあんまりです。私今日はもう帰ります。さようなら。ちょっと今のってどういうこと。泣いて怒ってたよな。どうしようこのままじゃ破談になってしまう。やっぱりマリさんに謝っとこう。もしもし、マリさん。こんばんは。さっきはごめんなさい。なんか俺気に障るようなことを言っちゃいました。いえ、私の方こそごめんなさい。先に帰ってしまって。それは大丈夫ですか。もう気持ちは落ち着きました。はい、本当にごめんなさい。よかったらまたお食事行っていただけますか。もちろんです。じゃあ今度はフレンチにしましょう。はい、よろしくお願いします。こうしてなんとかマリさんとのわだかまりを解くことができました。それから3ヶ月ほどが過ぎた頃、なんととんでもない大事件が起きてしまいました。うわあ、もうダメだ。私の会社もここまでか。ちょっと父さん、冷静になってよ。すまない、ヒロシ。私が不甲斐ないばかりに。しかし、このままでは会社が倒産してしまう。どうすりゃいいんだ。実は、会社のメインサーバーが何者かによってハッキングを受け、取引先の重要データが外部に流出してしまったのです。これは会社の信用にも関わる大問題です。このことを公表すれば、うちの信用は地に落ちてしまう。そうなれば賠償金の支払いなどで運転資金はあっという間に底をついてしまうだろう。どこかから借りられないの。すでに何件か頭を下げて回ったが、見事に断られてしまってな。そんな。この件はマスコミやネットニュースでも大々的に取り上げられることになり、後日父は会見を開いてカメラに向かって深々と頭を下げました。当然今回の件は俺とマリさんとの縁談にも影響しました。おお、平さん、融資の話はどうなるんですか。安井さん、それは、そうですね。お宅がこんな状況で大事な娘を預けるわけにはいかないわ。申し訳ないですけど、結婚の話は一旦白紙ということで。そんな、息子は何も悪くないですよ。そうですね、今の状態で融資なんか無理でしょう。それでは約束が違いますし。そんなこと言わず、待ってください。いや、申し訳ないが、今回の件は破談にさせてもらいます。それじゃあ。ごめん、遊ばせ。安井さん、お待ちください。これで結婚はなしか。なんだか複雑な気持ちだな。そんなことが起きた翌日、マリさんから会って話したいとの連絡がありました。どうせ別れ話だろうな。マリさん、お待たせしました。ヒロシさん、大変な時に呼び出したりしてすみません。いえ、結婚の話破談になっちゃいましたね。そのことなんですが、私やっぱりヒロシさんと結婚したいです。なぜですか。この結婚にもう意味なんてないでしょ。意味ならあります。でもうちの会社はもう。ヒロシさん、ヒロシ君、まだ気づかないかな。気づくって何が。私たちね、子供の頃に会ってるんだよ。そうなの。わかるように説明してくれる。あれは小学校に上がる前くらいだったかな。よーし、広し城ができた。あとはトンネル掘ったら完成だ。うわー、大きなお城。私もトンネル掘るの手伝う。一緒に作ろう。
なんだよお前ら、まだ砂の城なんか作って遊んでんのか、ガキだな。なんだ、仲間に入れてほしいのか。んなわけあるか。ここは今から俺たちが遊ぶから、お前らどけよ。なんでよ、もうちょっとで完成するんだから、あんたたちが他の場所で遊べばいいでしょ。うん、俺様に逆らうんじゃねえ。おいやめろ、女の子をいじめるやつは僕が許さないぞ。はぁ、なんだやんのかチビスケ、こっちは3人だぜ。関係ない、公園はみんなのものだ、順番に使えばいいじゃないか。けいちいち順番なんて待ってられるかよ、こうなったら力ずくでどかせてやるぜ。危ないから下がってて。うん、ありがとう。あ、思い出した、そっか、公園でよく遊んでいた女の子はマリさんだったのか。でもいつの間にか会わなくなったよね。うん、急に引っ越しが決まったから挨拶する間もなくって、それにあの頃はまだ子供だったから、どうせ引っ越ししてもすぐに会えると思ってたの。まあ子供の頃ってそんなもんだよね。でももう二度と会えないって分かってから私すっごくお泣きしたんだ。いろんな公園を探したけど当然会えるはずなかった。マリさん、私ずっと会いたかったの。このお見合いの話が来てあなたの写真を見た時、これは運命だって思ったわ。だってこんなの作り話じゃないとありえないでしょ。ちょっと何言ってるかわからない。うん、返事に困るな。ヒロシ君、私あなたのことが好き、だから破談なんて言わないで。マリさん、ありがとう。だけど俺こんな見た目だし、美人な君には不釣り合いだよ。ヒロシ君は素敵よ、力強くて優しいあなたの瞳はあの頃のままだよ。でもうちの会社もう倒産寸前だし、この話を進めてもマリさんに迷惑をかけてしまうよ。そのことなんだけど、ヒロシ君は今のままでいいの？え？どういうこと？私が知ってるヒロシ君ならピンチの時でも必ず何とかしてくれてた。困ってる人がいたら必ず手を差し伸べてくれてたよ。俺が？本当にこのまま何もしなくていいの？お父様の会社が潰れちゃうんだよ。社員のみんなはどうなるの？子供がいたり親がいたり、みんなそれぞれ家族があるんだよ。それはそうだけど、俺なんかじゃ何もできないよ。ヒロシ君、思い出してよ、あの頃のヒロシ君はみんなのヒーローだったじゃない。ヒロシ君なら今の会社を救えるはずよ。買いかぶりすぎだって。そんなことないよ、ヒロシ君は私の憧れで正義の味方なの、だから好きになったんだよ。マリさん、そう言われると子供の頃は怖いもの知らずだったな。ねえマリさん、俺今からでも変われるかな。うん、絶対になんとかなるよ、私が保証する。ありがとう。よし、俺頑張ってみるよ。ヒロシ君、私も精一杯応援する、ファイト。そうして俺は会社の再建に乗り出すことにしました。だけど問題は山積み、一人で全てを解決するには時間がいくらあっても足りません。どうしたらいいんだ。ヒロシさん、なんか手伝えることないですか。水臭いっすよ、俺らにも協力させてください。どうして、みんな俺のこと嫌いなんじゃ。そんなわけないじゃないですか、俺らヒロシさんのことマジで尊敬してます。そうですよ、社長の息子さんなのに真面目に頑張ってて、いつもみんなですごいよねって話してるんですよ。でもヒロシさんは私たちと距離を置いてるみたいだから、なんか飲み会とかも誘いにくくって。俺ヒロシさんともっと話がしたかったんです。他の部署のやつもみんな言ってます、ヒロシさんと仲良くなりたいなって。なんたってヒロシさんは私たちのヒーローですもん。そっか、そうだったんだ。なんだ、俺の勘違いだったのか。ごめん、ちょっとお手洗い。自分で勝手に見下されてるって思い込んでただけだったんだな、バカだな俺。よし頑張るぞ。それからは同僚や社員さんたちと協力して会社の立て直しを図ることにしました。まずはプロジェクトチームを編成、そして外部から専門家に来てもらい、
再発防止策の策定とセキュリティを一括管理することに、問題を一つ一つ見直していき、こういった対策を迅速に行った結果、徐々に取引先からの信頼も回復、そして当面のつなぎ融資を受けることができました。その間もマリさんは海外しく俺の世話を焼いてくれていました。ひろしくん、はい、今日のお弁当これで気を養ってね。ありがとう。だけどこれちょっと多くない？これ以上太っちゃうとみんなへの示しがつかないし。安心して、きちんとカロリー計算してあるから。ボリュームしっかりなのに栄養豊富で低カロリーなんだよ。驚いた。俺のことをちゃんと考えてくれて。マリさんって料理上手なんだね。ヒロシ君の健康管理は私に任せてよ。大船に乗ったつもりで。頼もしいな。じゃあお言葉に甘えてよろしくお願いします。こうして会社のこともマリさんとの関係も次第にいい感じになってきました。しかしマリさんのご両親はというと。ダメったらダメだ。この話はもう済んだことだろう。お前にはもっといい相手を探してやるから。そうよ、あんな坊男なんかにこだわらなくてもいいじゃない。パパママ、こんなにお願いしてるのにどうして分かってくれないの。この話はもういいじゃないか。そうよマリ、考え直しなさい。失礼します。誰だ。ご無沙汰しています。どうも、大平ひろしです。嘘でしょ。本当にひろし君なのか。全くの別人じゃないか。実はマリさんが食事管理をしてくれたおかげで健康的な体になったんです。ああ、変わったのは見た目だけじゃありませんよ。というと。会社の方も社員一丸となって頑張ってるので、すでに再建の目処が立ってます。だからマリさんに不安な思いはさせません。本当か。あの事件からまだ日も経っていないというのに。俺、何があっても必ずマリさんを幸せにします。ヒロシ君。ですので、どうかマリさんとの結婚を許してください。パパお願い、私ヒロシ君以外考えられないの。マリさん。分かった、二人の結婚を認めようじゃないか。パパ。ヒロシ君。は、はい。どうかこれまでの非礼を許してほしい。実はうちの会社にも多額の借金があってな、もう1年も持たない状況だったんだ。そうだったんですね。だから俺との結婚を条件に融資の話を。マリにも謝らないとな。お前には経済的に苦労してほしくないっていう親心だったんだ。すまない。パパ、そんな風に思ってくれてたんだね。ヒロシ君、我々のことは許してくれなくても構わない。だがどうかマリのことだけは大切にしてやってくれないか。よろしく頼みます。何言ってんですか。俺たち家族になるんですよ。任せてください。マリさんのことも、そして安井伝子さんも、この俺が何とかしてみせます。いや、気持ちは嬉しいが会社のことまでは。大丈夫、ヒロシさんに任せてみましょう。なんたってヒロシさんはヒーローなんだから。そうしてうちの会社と安井電工は正式に資本提携することとなり、双方の立て直しも順調に進み、借金もどうにか完済できました。また知事が会長に退いた後、新社長には俺が就任。現在会社は過去最高益を叩き出してるところです。それから1年後、俺とマリさんは無事に結婚することができました。俺たちは順風満帆な生活を送っています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。